プロペラを叩き替えたらね、ターンの出口の感じがすごく良くなってました。1マークの出口の感じを見てみてください。伸びも少しいい感じでしたね。スタートはね、思い切っていったんですけどね、4番のね、原田幸也くんね、もう一丁スタートいいの行って。こんにちは、モーターボートレーサーの上浦慎二です。ボートレースナルトプレミアム G1 第3回 BBC トーナメントに行ってきました。帰ってきました。今回引いたモーターは75号機 30%。 このエンジンはなんと、ボートは20号機の 39.5%。 ボートということですね。4着以下は即終了。第1回戦の映像をどうぞ。第12レース1回戦、1回戦です。3号艇から6号艇までの枠番は抽選でした。選出順位順に引くので3番目にねくじを引いたんですけど、あとね3と6が残ってたんですよね。これがね、ちなみに去年は1番目に引いて6号艇をね引いたんですけどね、今回は見事にね3と6が残ってた中で3号艇をね引くことができて大当たりですね。これね、3着までにね残らないといけないんでね、これはねかなり大きかったですね。本当ね、今日はね朝から強い追い風で安定板をね3レースから装着されましたけど、風がね収まることがなくなって強くなってきたのでね、周回もね短縮して2周レースになっています。かなりの追い風ですね。これね、これだけ追い風が強いと外前に行くとやっぱり流れてしまうので、うまくねどこかをね刺したいところではありましたけど、1番も風でね流されないように慎重に回るでしょうし、2番はね1番がちょっとでも流れてくれたところをしっかりね刺したいと思ってるでしょうしね、まあ皆さんいろいろね作戦を考えてると思いますが、スタートはね思い切ってね行きましたね。外からね5番がねちょっといいスタートだったみたいですね。これねちょっと締めてきた感じで、4番行けって合図なんですよね、こう攻めていくのがね。まあ4番も攻めきれないんで、僕がちょっと外を回ろうと、もうちょっと思い切ってね行けばよかったんですけど、ちょっとやっぱ流れるっていうのでちょっと躊躇してしまいましたけど、まあなんとか3着どうかなと思ったところをね5番がね一気に刺してきたところをね、ここでね一気に張られるんですよね外にね、うーんと思いながらここで刺そうとしたら4番来てね、あのまま刺したらちょっとあのなんかイメージは三国でね転覆した時のなんかイメージを思い出してちょっと落として刺してる、もう4着ですよね。ここでねもうこうなってくるともうこれだけの水面ですからね、着をキープするのがもう精一杯でしたね。ここね残念ながら4着即終了になってしまいましたけど、ちょっと残念な結果になってしまいましたね。ご覧のように残念ながら即終了、 BBC トーナメント終了してしまいました。残念です。プロペラを叩き替えたらね、ターンの出口の感じがすごく良くなってました。1マークの出口の感じを見てみてください。3番がねいい角度でね入ってくるんですけど、それ以上に、まあ、もしくは同じぐらいに一緒にね前にグッとね出ていく感じがね分かると思います。スタート練習からこのメンバーだと伸びも少しいい感じでしたね。前半同様出足関係はねかなりいい状態になっていたのでね、もうスタート行って展開待ってしっかりね
刺そうと思ってましたけど、3番行ったんでね、うまい具合に刺せてね、ここで出足が良かったんでね、グッと前行って、そこからまた伸びていく感じでね、1番をね捕まえましたね。ここね、レースが終わった後ね、上条くんとかね、上原さん、なんか伸びていきましたよねっていうような感じに言われましたけどね、ターンの出口もしっかり前行ってますよね、やっぱね。スタートはね思い切っていったんですけどね、4番のね原田幸也くんね、もう一丁スタートいいの行って、ね、さらにねちょっと伸びてくる感じだったですね、ちょっとね締められてこうダメかなと思ったんですけどね、ここで引いて、やっぱここでね出足関係良かったんでね、くるっと回れましたよね。そしてね1番をね伸びていく感じで捕まえたんですけどね、まあ、2マークでねちょっと流れたわけじゃないんですけどね、やっぱ1番がいいターンしたんですかね、ここね。ちょっとね先がかかるような感じになって、うわ刺されたかなと思ったけども、必死でねかぶったんですけどね、やっぱちょっとねかかってたんでね、次のマークね冷静にねちょっと先に生かして、やっぱね出足関係良かったんでね、うまい具合にね刺せましたよね、ここね。でこれでねなんと3連勝ということで嬉しかったな。今節の優勝は滋賀の丸野和樹くんでした。おめでとうございます。次節はですね、12月14日よりボートレース住之江 SG 第36回グランプリシリーズを走ります。しっかりとちょっとね、久しぶりなんでね、2年ぶりぐらいですかね、60番目でね、滑り込みセーフだったんですけどね、しっかりとね、走っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ブルシマシンジーウエヒーラー、頂点に駆け上がるぞ。